たいな、なんかその辺の一部の人たちから猛烈に批判を受けましたけど、貫き通しました。裏話的なところを聞かせてもらえると。いやだからさ、なんか多くの人に届けるにあたって自分の言葉を正直に書きすぎてしまうと、あの強い言葉を使いすぎると嫌にな思いをする人がいるから、直した方がいいんじゃないかって、今の世界を一番表すのに吐くっていうこの楽曲が強い言葉を持たなきゃダメなんだっていう、なんか強い覚悟みたいなものがあったし、うん、なんか自分が嘘ついちゃってる感じがして、この言葉しか生み出せなかったっていうのもあるし、でそれをやりたかったっていうのもあるし、なんか表面だけ取り繕っていい言葉だけやってる人たちの言葉を信用できるかなっていうと、僕はなんか今そういうのあんまり響かないっていうか、だったら自分が嫌われる覚悟で自分のことを本当に思って言ってくれる人の言葉が嬉しいなと思ったし、そうでありたいなってこの楽曲も思ってこの言葉を作ったっていうのが最終的な答えかな俺に。これもね、多分産声の兄弟みたいな感じだと思う。なんでか分かんないけど兄弟感がある。で今のバンドだからやりたいと思ったかも。マーティーがいて、岡田くんがいて、工藤くんがいて、DJ もいて、竹内くんもいて、今のバンドだからこの楽曲できるなってすごい思った。今のロットに一番近いかもなって思いましたね。でも答え合わせはそうね、ライブに来てもらって、うん、次は何を増やし